あ、もうちょっと酔っ払ってきた。マグロだよ。こんにちは。今日はですね、エプロン1枚で至高のダイエット飯を作ろうということで、ちょっとね、お料理していきたいと思うんですが、その前にちょっとね、一杯ビール飲んでからちょっとお料理始めたいと思います。はい、今ね、真っ昼までね、私まだ起きてから何にも食べてないんですよ。で、これビールのグラスじゃなくてワイングラスなんですけど、じゃーん。それでは今日も一日お疲れ様でした。乾杯。もうダメだ。ビール私1ヶ月ぶりに飲んだんですけど、今すきっぱらで何も食べてない状態で飲んでるので美味しい美味しいけど、ちょっともうすでにやる気なくなってきた。もうこのままちょっともう一回寝たい感じだけど、うん、ちょっと料理していきます。はい、自分をちょっと奮い立たせましょう。ダメだ。じゃあ作っていきます。今日はね、ガチでエプロン1枚です。まずですね、用意するのはこちらのアボカドです。はい、アボカド、はい、じゃん。はい、じゃあちょっと切っていきたいと思います。素朴な疑問なんですけど、アボカドってどう切るか分かんないんですよ。本当に。硬い。ちょっと全然熟れてなくて、すごく硬い。じゃん。おお、パカーン。アボカドが切れましたよ、皆さん。もうちょっと酔っ払ってきた。アボガドが切れただけで楽しいです、今。はい。もう一人なんですけど、これ。はい。アボガド切ってめっちゃ楽しい、私。このアボガドをですね、この種を取って、はい。アボガドどう切るの？え？待って、これからどうすればいいの？これ。こっからどう切ればいいか知ってる？誰かね。知ってる？とりあえずこんな感じで切ってみたんですけど、絶対違うよね。絶対違うよね。はい、絶対違うんですけど、もう楽しいから何でもいいんですけど。ああ、わかった。切り方がわかんないから、スプーンでくり抜いていくね。はい。はい。じゃあスプーンでくり抜いていきます。あっ。じゃじゃーん。すごくない？めっちゃ綺麗にくり抜けた。ちょっと感動してます今。あー、嬉しい。つるーん。楽しいね。あー、もうダメだ。完全ビール、あ、間違えたよ。めっちゃ、いや、ビール飲んだらめっちゃ楽しい。いや、最近晴れてるしいい感じだよね。コロナのバカ野郎。種取れないし。予想以上の硬さです。ね。取れない。え、何これ。種が。あ。
残念残念、種がつるっと取れずにこんなに実がくっついてきてしまった、うん、これ食べるしかないよね。おいしい、ビール、ビール、一杯でこんな酔っ払う人いますか？あのね、発泡してるものに私弱いんですよ。発泡してるとシャンパンとか、ビールとかめちゃくちゃ酔うからね、本当に。あ、お酒飲みに行きたい。ちょっとこっから本気出していくよ、もう。まだ本当何も食べてないから私お腹空いてるんですよ。だからアボガド、アボガドの切り方をちょっと勉強するね。この企画はあのママがお料理を勉強していくっていうね、楽しいそういう企画なんで、料理下手な人がねお料理がうまくなっていくように応援する企画。おいしい。はいよ。どうでもいいんだけど、アボガドの切り方がわからない。なんかリンゴみたいに向いてるんだけど、こうやって。リンゴみたいに今剥いてるんですけど、アボガドって硬いんですよ。アボガドって柔らかいもんだと思うじゃない。全然、買ったばっかりなんですよ、これ。昨日買ったので、つるっと剥けない感じ。あ、もうやだ。待って、これべちょべちょしてるもん。べちょべちょしてて、こっからもう先行けないよ、もう。じゃん。完全に酔っ払いの、はい、酔っ払いの人よ、もう。よっ、だから、ほんと、最初からくり抜けばよかったじゃん。だから予想外にこれ硬いのよ、ほんと。じゃじゃじゃーん。すごくない？アボカドです。ちょっと気を取り直して。アボガドを、あ、そう、切ったアボガドを、あれ？あ、くり抜いたアボガドを切っていきます。はい、こんな簡単なこともちょっとわからなくなってきて、ビール一杯すごくない？ちょっとこんな、こんなやりますよ。いいね、よし、じゃーん、アボガドが切れました。じゃあね、次にね、はい、はい、じゃあ次にね、このマグロ、マグロを使っていきます。半額でございました。途中から見た人、ほんとこの人やばいと思ってるけど、だからビールで酔ってんの、なんていうの、開封していきます。昼間ビール飲もうかな、これから。なんかさ、いろいろ人生辛いからさ、飲まないとやってらんないよね。パン、シュッ、ピャン、マグロだよ。じゃあちょっとね、このマグロを使って、
マグロ、マグロ、マグロ、マグロ。Oh, this is me。From now on, la la la, never for me. Daylight and stars, up to you, it's up to me, for you. No one, no, no one say love you, what to me, love to me.じゃん、はい、じゃじゃん、こんな感じで今マグロとアボカドを切りましたよ。はい、そしてどうしようかな。お皿がないよ。本当に私は準備ができない人なんで。ジュジュジュで、はい、というわけでこんな感じでマグロとアボカド切りました。お皿発見しました。はい、じゃあちょっとね盛り付けていくよ。飯完成しました。切っただけのマグロとアボカドです。高タンパク高脂質でとってもヘルシーです。糖質ほぼゼロ。ちょっとね味見してみたいと思います。ちょっとかきすぎた。いただきまーす。じゃん。うん。間違いない。おいしい。おいしい。おいしいこれ。うん。うん。うん。おいしい。切っただけだけど、でもアボカドとマグロって太んないんだよ。ダイエット飯よこれ。高脂質、超低糖質、太らない、代謝が上がる。ダイエット飯が完成しました。またいろんなダイエット飯、はい、おつまみとかも作っていきたいと思いますので、よかったよっていう方はチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。いつものテンションは、こんな感じではないんですけども、今日はビールをこっからここまで飲んだだけでこんなになってます。お酒が大変弱くなっております。コロナで飲みに行ってないので、全然めちゃくちゃこの1年でお酒に弱くなった。もうこれでこのテンションってどういうこと？はあ、はあ、おいしい。 This is me。
me.